皆さんこんにちは。旅するアーティストの大陸ペインターの月夜です。今日はですね、この箱根バスフリー、ファンデバスフリーを使って、箱根までちょっと行ってこようと思います。はい、ようやく箱根着きました。本来1時間ぐらいの予定なんですけどね、渋滞すごくて1時間40分ぐらいかかりましたね。今箱根関所前というところのバス乗り場なんですけど、ここから歩いて
箱根神社に向かいたいと思います。なんかこの辺の建物をちょっと見てみたいと思いますね。でもなんか船なんていうの遊覧船乗れるけどちょっとずれてるんですよね。食べ物屋さんとかありますけど、まあ、とりあえず僕は今回は時間もないわけじゃないですけど食べずにとりあえず神社行こうと思います。饅頭が80円で余ったレモンちょっと100円ですね。つい買っちゃいました。なんか通り抜けは無料らしいので通り抜けようと思います。標高が高いからか日当たりはいいんですけどね、めちゃくちゃ天気いいのに日陰に行くとすごい寒いです。ひんやりします。別にねバスでもよかったんですけど、まあ歩いて12分ぐらいなんで元箱根港まで、まあ、せっかくだから歩いてみようかなと思います。道が混んでますね。歩いて正解だったかな。やっぱバスも詰まってますね。おーすごいな。あーここ歩いてたんですかね。すごいっすね。後編に続くということで、今回はですねちょっと
素材が結構多いもんですから、すでにね、まあ、10分近く、箱根神社行ったところまでで10分近くなってしまったので、残りはですね、明日ということで、したいと思います。今回のね、工程としては、熱海駅出まして、で、バスでずっとですね、箱根に向かっていったんですけど、で、箱根関所前じゃ、すいません、僕、箱根関所前とかって何回も言っちゃうんですけど、箱根関所後ですね、のバス停、バス乗り場まで行って、で、そっから、元箱根港で箱根神社ですね。で、お参りをして、御朱印をいただいてから、またバスに乗って、小田原行きのバスですね、乗って、で、途中で湯本で、箱根湯本で降りてですね。で、そこで、まあ、温泉入ったりとかしてから、小田原行きの、今度はですね、そこからまあ、歩いて、鉄道のね、駅が、まあ、歩いて行けるんで、そこからまあ、電車に乗って、で、小田原から JR で帰ってきたと。そんな感じでした。のうちの今回は前編ということで、見ていただきましたが、ですね、今回使ったのが、伊豆箱根バスの、箱根バスフリーっていうやつですね。のワンデー、ワンデーとツーデーのやつがあるんですけど、ワンデー、2日だと2日で2000円かな？で、ワンデーは1700円なんですよね。で、プラスなんかそれ以外にもいろいろ、途中で寄った十国峠のケーブルカーとか、なんかいろいろ他の乗り物も、遊覧船とかもで乗れますよってやつだと3000円とかなんですけど、まあ、僕はちょっとそこまでいろいろね、利用しないので、まあ、1700円の方で。ただね、1700円でもかなりお得なんですよね。というのも、まあ、僕もそのバス調べてて、実は、熱海駅から、その箱根、の、まあ、芦ノ湖あたりまで行くのは、片道1200円かかるんですよね。そう、だから、そこ行って帰ってくるだけでも、まあ、2400円も結構するなと。で、ちなみにね、小田原、その、元箱根から小田原もだいたい1200円ぐらいしますね。200円だったはずなんですよ。で、今回のその、まあ、バスフリーっていう、1日乗車券を使うと、まあ、その伊豆箱根バスの区間、乗り放題なんですけど、1700円で。もうすでに行って帰ってくるだけで、いくらだ？ 700 円の得なんですね。で、まあ、今回は、まあ、ちょっと途中で、まあ、湯本から結局電車乗っちゃったし、小田原からもまだ電車には乗ったんですけど、まあ、その分結局プラス、まあ、トントンぐらいになっちゃったんですけどね。うん。ただ、まあ、バスだけで帰ってきても全然浮くというか、で、小田原方面の方にも、箱根湯本にも行って、また時間があれば、そこからまた戻ってくることもできますしね、ということができるんですよ。で、まあ、乗り放題で、ということで、で、伊豆箱根バスは、まあ、この前行った、三島で乗った伊豆箱根鉄道のね、子会社ですね。名前が似てるなと思った方いるかと思うんですけど。はい。まあなんか縁があるんですね。やっぱね。で僕いつも よく乗ってる、熱海でよく乗ってるのは東海バスってやつなんで、でそこの、まあなんかね、回る、またパスと、また違うんですよね。なんかね、乗り場も、まあもちろん違うんですけど、結構ね、だからバスはこう、バス会社か、あともう一個、あるんですけど、箱根登山バスかなってか、あるんですけど。だからね、そう。あれ、本当はだから共通でね、なんか出してくれると一番ありがたいんですけどね。そう、バス会社違うとね、ここは行けませんみたいなのもあったりとかしてて。あとは本当言うと、実は湯河原の方に山からその抜けれるコースが、路線があるんですけど、今、多分去年のあれなのかな、その、雨の影響なのか、豪雨とかありま、伊豆さんのね、土砂災害とかあったと思うんですけど、それの影響なのか、そこの路線がね、湯河原の方に抜けるやつができなくて、本当はそれがね、行けたらもっとこう、動きやすかったなとは思ったんですけど、まあ、にしても、すごく、お得な、
パスなので、あ、これは使わない手はないなと思って使わせてもらいました。まあ、結局いろいろかかっちゃったんですけど、でもまあ、なんだろう、気軽にね、あまりお金をなるべくこう抑えながらというか、まあ他のことに使ったりもできますね。うん。ちょっとそういうのを覚えておくと、ただ乗るよりはいいかなと思って、うん。思いましたね。よかったと思いますよ、ほんと。で、そうですね。あと、今回、本当はその元箱根港というバス乗り場、最後、ちょっと出てきたと思うんですけど、で、明日の後編はそこからスタートなんですけど、そこまで、そのまま行けたんですよ。本来は行けるんですね。熱海から。ただ、なんかゴールデンウィーク期間中は、多分あれ渋滞の関係なのかな。それで、その前のというか、僕が降りた箱根関所跡のところで、止まりみたいな感じで言われて、まあ歩けるからいいかと思って、それで歩いたんですよね。で、ついでにそのね、関所も通ったし、まあなんか、本当はね、時間が余裕があればもっとこう、なんだろう。そうですね。その資料館みたいなのが、お金払うと見れたりするとこあるんですけど、そこをね、入ったりとかもすればよかったのかもしれないですけど、まあちょっと、スタートがね、僕、そうですね。やっぱこういう時は1日、日帰りの場合は早めに出た方がいいですね。9時とか、まあ遅くても10時には出ないと。今回、スタートが11時過ぎてたんで、うん、まあなんかね、ちょっとこう、昨日仕事でのんびりしちゃった、ちょっと疲れて、ぐずぐずしちゃったってのもあるんですけど、うん、もっと早ければ、もっと見れたなっていうのとかもあったんですけど、まあそこはね、まあそういうもんかなと思って、しょうがないなとは思いながら、まあ、なんとなく、でも、また、そうですね。また機会があればね、もうちょっと早く出てとかできるな、というのと、あとはまあ、アクシデントですよね。まあ、もうそこまでちょっと考えて、まあ、行けばよかったんですけど、まあ、さすがゴールデンウィークこんな混むんだ、みたいな。すごいですよね。だから、本来、途中でも字幕入れましたけど、木宮神社って隣のね、まあ、一駅隣というか、まあ、バスでも、バスで13分ぐらいとかで、何もなければ行けるんですよ。なんですよね。それで50分ぐらいかかってるんで。なんせその熱海のその、バス乗り場出てからが、もう熱海の街の中全部混んでて。で、まあ、道が狭いっていうのもあるんですけどね。基本片側一車線なので、ずっと。もうずっとやっぱりこう車が行ってなかなか進まなくてっていう感じだったので、まさかのほんと1時間近く市街地出るまでかかっちゃってね。本来はもっとスッとトータルで1時間ぐらいで箱根に着くコースなんですけどね。まあだからゴールデンウィークっていうのは、そういうことなんだっていうのを実感したというか、僕今まであんまりこう、ゴールデンウィークにどっか思いっきり出かけるみたいなのをしたことがなかったからなんでしょうかね。まあ、なくはないんだけど、日本、その、北海道行った時はね、JR だったから、まあ、人が乗ってるなぐらいですよね。その、車で移動して、こう、渋滞に巻き込まれるってことはなかったんですけど、まあ、本州だと、こういうことがあるんですね。なんか、それもちょっと、なんか、いい経験というか、まあ、バスがもろに影響を受けちゃうんですけど、うん。北海道にいた時は、例えばこう雪とかで、そういうので渋滞みたいなのがありましたけど、それで本当、本来1時間ぐらいのとこは3時間以上みたいなのがありましたけど、今回みたいなのはまた初めてでね、で、まあ、それも面白くていい経験で、まあ、後半の、その、妹の方行く時も、まあ、かなり渋滞しちゃうんですけど、そうですね、まあ、それも含めて面白い経験をしたなというのと、まあ、ただ天気がすごく良かったんで、それが、うん、救いかなっていうか、うん、ずっと、あれかな。なんか、予報だと連休中ずっと天気みたいなんで、またちょっと伊豆方面に行こうかなっていうのもあるんで、ちょっと楽しみですね。はい。いや、とにかく気持ちのいい。まあ、明日ね、明日の後編でまたちょっと総括というか、全体的な話したいとは思うんですけど、かなりね、良かったなって。まあ、前半だけでも楽しかったですね。なんとか神社の方も行けましたし、
ああ、そう。御朱印もちゃんといただいてきたというか、やはりちょっとこの、時期的に、三嶋大社ではちゃんと書いてもらいましたけど、やっぱ書き置きのところが多いんですよ。コロナの関係なんですけど。で、ただコロナが収束してというか、またちょっとそういう制限がなく、制約というか、ちゃんと書くのがね、書き置きじゃなくなる。復活した際にはその書き置きのものを一緒に持ってきてもらえれば、ちゃんと書きますよと言ってくれたんで、まあだから、本当はね、そういう書き置き用の僕、シールとかネットで通販で買ったんですけど、それ貼っちゃってもいいかなと思ったんだけど、まあ、せっかくなんで貼らずに、次の、またでもね、行く機会ができたということで、まあ、そういうご縁なんでしょうね。なので、貼らずに取っておこうと思います。そうっすね。でも、いや、行ってよかったっすね。まあ、箱根、ね、しばらく行かないかなと思って、やっぱり行ってみると、なんか楽しい。まあ、すごい人はとにかくいましたけどね。うん、それを除けばというか、やっぱこう、なんだろうな、こう、いかにもってところにはめちゃくちゃいますね。ほんと、なんて言うんだろう、その場所によるんですけど、場所の選び方によるかな、途中の十国峠とかも相当いましたし、あそこの途中もすげえ渋滞してたんでね。うん。まあこれからまた、そうですね、どのくらい、今度の3連休もあるんで、どのくらいいるのか、わかんないですけど。まあバスじゃなければね、遅れるってこともないので、まあ、そうです、そこも含めて、ね、ちゃんと撮ってお送りできればなと思います。今回もなかなか絵的にもいいのが撮れたと思うんですけどね。明日もぜひお楽しみにということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、旅するアーティスト、たりきフェインターの地球でした。明日もどうぞよろしくお願いします。